私どもの、えっと、ブレーゾン・セラピューティクスは脳に薬を届けようといういわゆる薬物送達技術を開発をしている会社です。この技術自体は、えー、東京大学の教授でそして今ナノ医療イノベーションセンターのセンター長である片岡和徳先生もう一人、えー、東京医科歯科大学の神経内科のこの先生はメディカルドクターである横田孝徳先生このお二人の意向連携の研究成果を、えー、社会実装化しています。脳っていうのはなかなかか 薬を通さないんですねこれは脳が持っている血液脳関門という生態バリアがあるんですけれどもこのルバリアによって脳は不要なものは通さないでも自分に必要なものは通すというメカニズムを持っています不要なものを通さないというメカニズムでなかなか中枢神経系の薬の開発は難しくなっているんですけどこの社会問題を解決しようとしたのがこの研究成果になりますで、この研究成果を我々は社会実装化するという目的で建てられました 先ほどお話したように、脳には自分の必要なものを通すというメカニズムがあると言いました。大きなエネルギンであるグルコースを脳が取るというメカニズムに関わるグルコーストランスポーター1という、そういう分子がございます。その分子を使って薬を届けようというときに、薬をグルコースで覆わなければいけないとか、グルコースを薬にくっつけなければいけないという、そういう問題があるわけですね。 ナノパーティクルという本当に小さな小さな分子を作ることができるんですけどこの分子の中に薬を入れますそしてこの薬のの薬入ったナノパーーティクルル表面をグルコースで覆うわけですそうするとグルコースに収縮された、まあ、薬が入ったナノパーティクルが先ほど言ったグ l u ワンとグルコストランスポーター1というのを介して脳に運ばれていくというそういうメカニズムになります。 通常、あの血液脳関門を通る薬の今まで0.1%ぐらい、本当に飲んだのの、本当にわずかしか通っていないというのが現実なんですね。で、この我々の技術を使うと約6%、o、がいくというふうに達成をしています。で、これは今、世界中でもう一番脳に相達している、そういう達成率になるわけですね。 もう一つは、このナノパーティクルというその小さなカプセルを使うのでどんな薬物も入れることができるつまり低分子だったりとかこれからの医薬品として注目をされている抗体薬だったりとか核酸薬だったりとかペプチドだったりとかいろいろな分子をこのパーティクルの中に入れることができるんです。 それからもう一つ我々の技術の大きな特徴というのは、これをパーティクルを投与するときにファスティングといって空腹値に投与するんですね。あの健康診断の時にご飯を食べないでっていうのと同じで、一晩ファスティング空腹にしてそこでこのナノパーティクルを投与するわけです。そうするとその後ご飯を食べてグルコースを供与するとグルコースを投与することによって。 血糖がこう上がっていきますね。その上がったと一緒に、その、あの、パーティクルが脳に入っていきます。他の臓器もグルコースが必要なので、まあ、肝臓だったりとか腎臓だったり、いろんな臓器にグルコストランスポーターというのはあるんですけれども、この血糖コントロールによって、このパーティクルが集積していくっていうのは脳にだけ見られる、そういう現象なんですね。ですから、そういう意味においては、脳に特異的に薬を届けることができるという大きな特徴があります。 我々自身が薬を開発しているわけではなくてなので我々のお客様、まあ、というかクライアントというのは脳に届けたい薬を持っている製薬会社になりますでいい薬はできたけれどもなかなかやっぱり脳に届かないという脳に届けることが大きな課題になっているというそういう製薬メーカーに我々の技術を提供してそして共同開発をしていって新しい薬を作るということになります。 国内外で4社ぐらいの製薬会社とすでに共同研究というのをスタートしています。でそれがまず私たちの主観のビジネスモデルになるんですけれどももう一つは私たち自身も薬を作りたいとも思っています。で一つはこのいわゆるナノパーティクルの形にしますので 薬自体は既存の薬いわゆるもうすでにある薬でもその中に入れると新しい薬になるとこの化学療法剤が脳に行けば効くのにというようなことがあった場合にそれを見せる化してで脳に届けてというようなことも考えられると思いますそれからもう一つは全く新しいものですね まあこれからそれこそ高齢化に向かって神経変性疾患とかアルツハイマーだったりとかパーキンソンだったりとかアルハンチントンだったりとかやっぱ患者さんがどんどん増えていくとそういう中で今研究者の方々が新しい薬というのを本当に研究してらっしゃるんですけどそういうアカデミアのシーズをスカウティングしてきて我々の技術とコンバインすることによってより効果的な薬を開発をしていきたいと。 いいうふうふに考えていますよく我々どんな会社になりたいですかって聞かれるんですね。我々はインテルになりたいって言ってるんですねの中枢神経分野のインテルになりたいとなぜかというとプラットフォームはすすごく強い会社ですなので、えー、世界中の製薬会社から上司されるそういう,こう中枢神経系いわゆる脳疾患の薬の箱の上には インテル・インサイドの会で我々の技術が入っているというようなシールが貼ってあると全てのそういう薬の中には我々の技術が入っているよとそういう会社になりたいと思っています。今は私たちはその薬というところに創薬というところにフォーカスをしていますけれども、まあ、これから先それこそ病態だけではなくて でそういう発達だったりとか脳の機能だったりとかいろんなことがどん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 やっぱり解明をされてきてそれがやはりまた物質レベルまでどん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 解明されていくとそういうふうになった時に別に病気ではないけれども。 まあこの物質を脳に届ければ何かが予防ができるだったりとかより改善ができるだったりとかより健康がなるだとか、まあ、そういう物時も血液のおかんも門どんなにそれが30年後40年後でも血液のおかんもはなかならないので我々は薬だけではなくてひょっとしたらそういう将来も我々の技術というのは役に立つのではないかなと思っています。 このキングスカイフロントというエリアはいろんな施設が集積をしている。そして特に私たちが入らせていただいているナノ医療イノベーションセンターというのは、あの、ベンチャーのインキュベーションでもあるし、そして世界的な、えっと、このナノ医療というのの、えー、 なんでメッカ的な。そういう研究施設でもあるというところが、我々にとってとてもあのメリットがあるところなんですね。私たちは今あのボストンにラボを持っています。ご存知のようにボストンっていうのは？ ベンチャーのエコシステムというのはものすごく発達をしていて、やはりベンチャーにとってすごくいい環境があると。やはりあそこでは、その研究者、研究者のネットワーキングだけではなくって、ビジネスのマッチングだったりとか、あるいはベンチャーキャピタルのとのマッチングだったりとか、大きなこうダイナミクスで動いている いますキングスカイフロントいろいろな大きな会社も来ますしそういうベンチャーもいるという中でやはりネットワーキングそしてそのマッチングだったりとかそれからいかに正直言ってお金を呼び込んでくるかっていうことってすごく大事だと思ってるんですね。いわゆる資金調達に、えっと、メリットがあったりとかあるいはここに入れてたことごとくやっぱりある意味ス,タステータスになっているというようなそういう環境づくりというのもえっと キングスカイフロントにやってほしいなっていうそういう感じがします。